はい、こんにちは。日本史バトルのお時間です。今回戦うのは安倍晋三対ヨドド <laughs> さあ、ツッコミ子ちゃんは一体何を言ってるのだこれは。ドン安倍晋三、第90代、第96から98代内閣総理大臣、自由民主党から出ました。最後、最後っていうか総理大臣を辞めた後、奈良県で暗殺されました。 過去のバトルでは安倍晋三対ナポレオン安倍晋三対西賀衆と戦ってきて今回3度目の登場対するはヨド殿ちゃちゃですよねお市の方の3人娘の1人長女豊臣秀吉の側室となりました豊臣秀吉と結婚だ豊臣秀吉の後継ぎ秀頼豊臣秀頼を生みましたね 過去のバトルではヨドドの対カマド炭治郎ヨドドの対新松義久と戦って今回3度目の登場それでは安倍晋三ヨドドの戦ってもらいましょう,うはい安倍晋三67歳で亡くなりました HP は67ヨドド45歳ぐらいで亡くなったと言われています HP45 では最初の戦いは髪の毛髪の毛対決はドン普通いやもうね普通にやってますよね攻撃力は10ヨドノはー長ーい長ーい攻撃力は20ダーン阿部晋三に20のダメージ次なる戦いはジャンおうち おうち対決は、ドン。総理官邸。ね。総理大臣、総理官邸というところでね、しっかり守られて、暮らします。攻撃力は30。対して、ヨド殿はー、大阪城。おっと、大阪城。これは強いぞ。攻撃力は40だ。ドガーン。安倍晋三に40のダメージ。 じゃあ最後の戦いはダン武力さあ武力対決はダンアベ心臓パン心臓攻撃安倍心臓心臓を飛ばして攻撃します本当かよ攻撃力はジャーヨド殿はヨドドナダンドを投げて攻撃 みんなどのを知ってますかあの川のね堤防とかに使う土をいっぱいねあの袋に入れてやる重いやつなんですけれどもどの攻撃これは痛そう心臓がぶち当たるどのがぶち当たるどっちが痛そうかどのだ攻撃力は40だ<ー>というわけで今日の勝負完全にダジャレじゃねえかダジャレ対決で 殿の勝利となりました。はあ、というわけで今回もいつものチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いいたします。それではまた次回さようなら。